Thank you for coming to the my yoga class. My name is Hoshi. 来てくれてありがとうございます。これからヨガをさせていただく Hoshi と申します。じゃあよろしくお願いします。Thank you so much, Daniel Ward. The first time we lie down on the ground. シャバーサナね。寝てもらって、背中はつけて、足も少し広げて、手のひら自然に上になります。 Take deep breath。 で、ポイントはいっぱい吸うのではなく吐き切ることですね。ポイント、completely exhale, then we can get more deep breaths。And if we feel by the hands on the stomach, we can do abdominal breathing, so.While yoga class, we can try it by the nose. Neruto shizen ni fukushiki kokyu ni naru node, sore o yoga no chuuden wasurenai you ni shimashou.Both leg together、両足揃えて Both hands catch 両手も揃えて掴んでぎゅっと伸びます。で、エクセル Both leg bend 両足曲げてright hands up 右手曲げて右側に転がって turn right side support left hand and slowly wake up。 half lotus pose spine straight neck straight look front背筋も伸ばして、首もまっすぐで頭上から吊るされているようなサスペンデッド like、yeah. The first time、we gonna sing a Surya Mantra、This is for the sun、nature、Both hands together胸の前に手を合わせて、今から、太陽の、歌を歌いますね。スーリアマントラ。オーンスーリアエナマ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 ナOh, Surya Namah
We're gonna sing on three times. This is connect sound for the space.じゃあ宇宙とつながる静音のオンを一緒に3回唱えましょう。息を吸って初めにエクササイズから両足をつかんで背筋も伸ばして首もまっすぐ頭上から吊るされているような感覚で Left leg front 左足前にしてです。この時にこうまっすぐになったのをね確認して
軸はまっすぐにしてくださいね。で、インヒール近づけて吸ってエクセル開放で、ハーフロータス、どっちなしでもいいですよ。できない人はあのこういうの何でもいいです。アグラでも、スパインストレート、ネックストレート、背筋も首もまっすぐで、次にインヒール吸って、ショルダーローリング、肩の運動、肩回してね。この時もスパインストレート、ネックストレート、背筋も首もまっすぐ、頭は上から吊るされてるような、エクセル、チンタッチトゥチェスト、吐きながら顎を胸に、ステイヒール、天井を見る、エクセル、正面を見る、インヒール、吸って、右の壁を見る、ルックライトウォール、エクセル、ルックレフトウォール、吐きながら左の壁を見る、インヒール、ルックフロント、エクセル、吐きながらチンタッチとチェスト、顎胸、吸って、上を見る、ルックトップ、エクセル、正面を見る、フロント、インヒール、吸って、エクセル、ベンドライトサイド、右側に傾ける、吸って戻る、インヒール、エクセル、ベンドレフトサイド、左側に曲げる、吸って、インヒール、エクセル、チンタッチトゥチェスト、顎を胸につけて、スローリーネックローリング from left to right side、 インヒール、ゆっくり自分のペースで首を回してください、左から右へ、
さが細胞に染み渡らせるように意識もして、酸素をね、目はつむっててもいいですよ。 You can close your eyes as you like it。 Exhale。 やおぼじっさいね。 From right to left in here。 右から左Take deep breath を、深い呼吸を意識して、スパインストレート、ネックストレート、ルックフロント、背筋もまっすぐ、首もまっすぐ、こう同じように目もやるんですけど、今日は省略させていただきます。やってください、一人の時に。温めて、で、rest your eyes。 目疲れてますからね、休ませて、Both hands relax。 スパインストレート、ネックストレート。おー、ダイヤモンドポーズ、正座をします。スパインストレート、ネックストレート、ルックフロント、で、ネクストナンバー2、ボスレッ、ボスハンドキャッチ、このようにキャッチして、インヒール吸いながら上を見る、ルックトップ、エクセル吐きながらスローリーフォワードベンド、おでこをつけて、フォーヘッドダウン、スローリーカムバック、ゆっくり戻る、天井を見る、ルックトップ、エクセル、スローリーフォワードベンド、フォーヘッドダウン、おでこつける、深く長い呼吸で、thank you。
3時リラックス。でもリラックスして、スパインストレート、ネックストレート、首をまっすぐ、背中をまっすぐ。Take a deep breath. じゃあ next はドッグポーズ、ドッグポーズでドッグポーズをします。これ骨盤の調整にすごいいいと聞いてますんで、肩幅に開いてこのようにします。吸って Look top, 上を見ます。吸ってインヒール、エクセル。インヒール吸ってスローリースタンダー、スライトリーボスレッグフロント、少しだけ足を前に持ってきて、プッシュハンズ、両手を押します。で、ボスハンズ which should be even under your hands、両手も、両手にかかっている体重も、均一でそれを意識して押してください。かかとも、つけられる人はつけてください。Next, サンソリテーション、スローリースタンダード。じゃあ、太陽礼拝やります。12個のポーズからなってる、どのヨガクラスでもこれありますんで、ぜひ皆さん覚えてください。カンフロント、で、スパイン、ストレート、ネックス。あ、じゃあその前に、ちょっと一回立ちましょうか。肩幅に立ちます。で、ここが、ここがへこんでるところから、この足の裏にツボありますよね。何でしたっけね、ここ。優先。そうそう、優先に、こう、まっすぐ行くようにして。スパインストレート、ネックストレート。背筋も伸ばして、首をまっすぐ、頭は上から吊るされているような感覚で。尾骨を少し上げるような意識で、そうすると自然に胸を張りますんで、
で吸ってインヒールスローリー、右の壁を見ます。でこの時に目線も平行なのを意識してね、まっすぐ曲がってるかどうか確認して、エクセル吐いてで吸って左も見る。エクセル吐いて戻る。大丈夫ですか？じゃあ次は太陽礼拝ありますね。ポスレックトゥゲザーレンスパインストレートネックストレートルックフロントナンバーワン、背筋も伸ばして、首も伸ばして頭は上から吊るされているような感覚で、ナンバーワンナマスカルムードラ、胸の前で手を合わせて吐きます。エクセル、ナンバーツーインヒール、吸って手を上げて、ナンバースリーフォワードベンド、前屈すね、吐きながら、ライトレッグバック、右足後ろ、インヒール吸ってエクセル、左足後ろ、ライトレッグバック。でこの時も、ウェイト、足、あの手のウェイトが均等にねなってるのを意識して、Your both hands weight should be even. Exhale, 膝 knee down, chest down, 胸 down, 顎 down, chin down. で、インヒール吸って、ルックトップ、上を見る。Exhale, slightly both leg front.Then push your hands. 少し足を前に持ってきて、手を押します、両手を。この時も、イーブンになってるようにね、重さがね手にかかってる。ライトレッグフロント、右足前に、こう中心ぐらいがいいみたいですよ、ちょうど足のいい日。レフトレッグフロント、左足前に、前屈、フォーヘッドダウン、アフォワードベンド、インヒール、吸いながら、ハンズアップ、吸って、エクセル。チンムードラ、大丈夫ですか？カウンターポーズって言って足順番にやってきますんで、左目とね、ナンバーワンエクセル吐いて、ナンバーツー吸ってインヒール、ナンバースリーエクセル、ワイドベンド吐いて、ナンバーフォー左足バック、レフトレッグバック、インヒール吸って、エクセル、ライトレッグバック、右足後ろ、
手にかかってる体重も均等なの意識して。ナンバーシックス、ニーダウン、膝ダウン、胸ダウン、チンダウン、顎ダウン、吸ってルックトップ、エクセル、ポスレックス、ライトリーフロント、プッシュハンズ、左足前に、レフトレッグフロント、ビンヒール、エクセル、ライトレッグフロント、右足前に、前屈、フォワードベンド、インヒール、吸いながら手を上げ、チンムードル、スパインストレート、ネックストレート、ナンバーワン、エクセル吐いて、ナンバーツー、吸って、いい日、ナンバースリー、フォワードベンド、ナンバーフォー、右足後ろ、ステイヒール、ハンズアップ、エクセル、レフトレッグバック、左足後ろ、膝ダウン、胸ダウン、顎ダウン、インヒール、ルックトップ、上を見て、エクセル、スライトリーフットフロント、少しだけ足前に持ってきて、で両足を、両手を押します、で自分の体の、中心を感じるとき、お尻を締めると、丹田あたりが分かるんで、で腰を入れるというんですけど、まさにその通りですね。何事も、インヒール吸って、ライトレッグフロント、レフトレッグフロント、左足前にして、フォワードベンド、前屈、インヒール、吸いながらゆっくり、エクセル、チームドラ、通常ヨガスタジオだと 18セットぐらいあるんですけど、今回は6回ぐらい、なんか今3回やったので、じゃあ次4回目ですね。ナマスカルムードラ、エクセル、インヒール、ハンズアップ、ナンバースリー、エクセル、レッドレッグバック、左足後ろ、インヒール、
ダウン、チェスダウン、チェンダウン、イヒュー、ステイ、ルクト、エクセル、スライドリー、フットフロント。プッシュボサンス転落して、レフトレッグフロントインヒールステイエクセル。ライトレッグフロントフォワードベンドインヒールでゆっくりエクセル。チームードスパインストレートネックストレート頭上から吊るされているような感覚でね。じゃあもう2回ぐらい早めにやりましょうか。ナンバーワンエクセル、ナンバーツーインヒールを吸って、スリーエクセル、フォー左足後ろ、で、ハンズアップ、エクセル、レフトレッグバック、膝、胸、顎、で、脇締めてね、で、ルックトップ、エクセル。足少し前に持ってきて、手を押すと右足前に吸って開いて、レフトレッグフロントインヒール。次ラスト、ナンバーワン、ツー、で、スリー、フォー、左足、で、エクセル、ライトロックバック、右足後ろ。ニーダウン、チェスダウン、チーダウン、エクセル、プッシュレフトレッグフロント、エクセル、ライトレッグフロントフォワードベンド、前屈、インヒール、スローリー吸いながら、エクセル。チームウドラ、テイクディープブレス。スパインストレート、ネックストレート。じゃあスローリーライダーオンザグラウンド。少し休みましょうかね。シャバーサナーで、さっきの完全痴漢のポーズで。Take a deep breath.
クセル。体の小さな細胞に酸素を染み込むように。じゃあ次はサルパンガーサナをします。ちょっと見にくいと思うので、あなたたちはちょっと寝たままでいいですからね。 You guys can still sleep on the ground. I just make a... まあいいか、ここでやるか。 First time、You guys can still lie down. No problem、Come front yoga mat、前に来て、足を曲げます。このように。Bend your both leg, then catch. Then next, inhale. Like this.足の先にある古い血を心臓に戻して体の血液の循環を良くするのにすごいいいそうですよ。これはThis posture is very good for the circular blood on your body. じゃあゆっくり吐きながら戻ります。
ground. で、ゆっくり戻ります。ちょっとシャバーサナで休みましょう。じゃあ次はブリッジをします。なんかでナンバーワンラクティスジュリとかナンバーラクティスして、ナンバーツ、耳の横に手を置きます。でワンバイワン、ナンバーワン、腰から、でナンバーツ、スローリーリラックス。セカンドタイムイズベターエブリタイム。2回目がもっと伸びますんで、ぜひみんなチャレンジ、まあできる範囲でいいですから。シャバーサナね、手のひら自然に上になります。 Take deep breaths。 Exhale。 Both legs together。 Both hands together。 Both leg bend。 両足曲げて、右手を上げて、右側に転がって、左手でサポートして、ゆっくり起き上がります。じゃあ次、前屈ですね。ナンバーワン、バタックスリフトアップ、お尻の肉を上げると。で、骨盤を直接つけるようにして、スパインストレート、ネックストレート、ナンバーワン右足を、あ、こうじゃなくて前屈ですね。ナンバーツーボスレッグ、ボスハンズアップ like this。 エクセルスローリーフォワードベンド、前屈です。できる範囲でいいですからね。
2回目の方が曲曲がると思いますよ。ストレート、ネックストレート、ネックフロント。ハーフロータスポーズで背筋を伸ばして、首も伸ばして、頭は上から吊るされているような感覚で。深く長い呼吸をします。じゃあ次に呼吸法をします。Next one is a breathing technique called for the Kapalabhati、Kapalabhati という、呼吸法をします。直訳すると、頭蓋骨が輝くという、脳に新鮮な酸素を供給して活性化するという、あと鼻の通り道とかね、呼吸器の掃除とか。やり方はと言いますと、吐き切ると一気に横隔膜も上げて吸うのはオートマティック これを20回やります。オートマティカリインヒール、アジャスアアテンションフォーダウェイユーエクセル。これを20回やる。20 times Right leg like this. 右足をこうここに持ってきて、ショルダーローリングして、自分の腕がまっすぐなのを確認します。Look right and left, should be straight. Then inhale. Exhale, slowly turn right side. 開きながら右側に。でポイントは左手で左足をつかむと。で、前も見てまっすぐなのを確認して。
Exhale, slowly come back. ゆっくり吐きながら戻ります。オポジットサイドね。逆側。スパイン、ストレート、ネック、ストレート、レッグ、ナンバーワン。レフトレッグ、like this。左足、こっちもできて。ナンバーツー、ショルダー、ローリング、ダウン。Look, right and left. Should be straight. まっすぐに。で、吸って。吐いて、吐きながらゆっくり。Turn left side. On the ground して。で、ポイントは右足を使うと。で、まっすぐに確認して。じゃあスローリースタンドアップ、静かに立ちます。で、先ほどもやりましたけど、もう一度言いますね。このくぼんでる部分が足、足の有線にちょうど行くように、肩幅に立って尾骨を少し上げると、胸を張ると、背筋はまっすぐ、首をまっすぐ、頭上から吊るされているような感覚で、Both legs together. Spine straight, neck straight. Number one, Namaskar Mudra. Inhale. Exhale. Inhale, like this.Inhale.
Exhale, slowly come back.やしとして。じゃあ next right right leg opposite way here number one like this。マスカラムドラ。in here。Exhale. Slowly leg relax. Inhale, hands up. 上を見て。Exhale, forward bend. Catch some finger like this.Inhale. Exhale. Inhale. Slowly hands up. Exhale.じゃあ次にトリコナーサナをやる前に、あ、やりましょうか。トリコナーサナ。じゃあこれちょっとずらしますね。まあ、ずらさないでいいか。なるだけこのままで。じゃあ2 or 3 feet apart, like this. これぐらい開けて。スパインストレート、ネックストレート、背筋をまっすぐ、首もまっすぐ、頭上から吊るされているような感覚で。で、ナンバーワン、ライトレッグ、like this。見てね、まっすぐに背筋を取って。で、ショルダーローリング。Look, right and left, and should be straight. In here, 吸って、右手上げる。エクセル、スローリー、右側に。で、上と下を見て、まっすぐなの確認すると。Look, your left finger, 左腕、手の、指の先を見る。ナンバーツー、耳に当てる。ナンバースリー、左手の指を見る。Look your left finger.
slowly come back. じゃあ入れて戻ると、でもゆっくりリラックス。 opposite side、反対側もやります。左足 left leg like this、Then, スパインストレート、ネックストレート、頭上から吊るされているような感覚で、ショルダーローリング、then look right and left、右と左を見る、まっすぐなのを確認して、インヒール、吸いながら、左手を上げて、ゆっくりと。エクセル、左側に傾きます。で、ルックには上と下を見てまっすぐなのを確認して、で、ルック your right finger、 で、next、耳に当てる、右腕を touch ear your right arm、 number three、 look your finger right finger、 右腕の、右手の指先を見る。その半分、エクセル、シャバーサナ、
Both leg together. Both leg bend. 両足曲げて。Right leg, right arm. 右手上げて。右側に転がって。Turn right side.Support left arms and then slowly come up. ゆっくり起き上がります。じゃあ、また、またもちょっと広げておきましょうかね。よいしょ。で、こんなになったりしないよね。Inhale. Look top. Exhale slowly.できる範囲で、僕もあんまりできないのです。すぐできなくなっちゃう。やんなくなった。首も伸ばしてまっすぐ座ります。Take deep breath.次に、アルモナビローナという呼吸法をやります。これは左右のバランスを整えたり、呼吸器官の、洗浄といいますか、空気の通り道を良くして、で何よりも新鮮な酸素を脳にこう供給、体に供給して、すごい体に呼吸法で、ぜひ皆さんやってみてください。Next breathing technique the Almona Birona, which is very good for the air cleaning and then fresh air coming to inside. So very good. So for 手をこの形にして、284ですね。284 like two.Inhale, eight retention, and four exhale. 二が吸って片方ずつですね。片方ずつ吸って八止めて四出すような感じです。まあマスターとかになってくると、この284のサイクルでもう倍にしてたりとかしてるんですけど、ここでは284でやります。はじめに、レフトノースから、インヒール2に吸って 8 リテンション、8止める、4吐く、ニス、ハチトメル、エイトリテンション、ヨンダス、左から。ニスって。8止める、4右から2吸う、8リテンション、
4打数2数8飛べる4XL Do you hear?8 rotation 4拍 Doing here 8 rotation 4XL Doing hereEight rotation, four XL, three here. Eight rotation, four XL, two rotation.Head retention. Yeah, slowly hand relax. Take deep breath. Spine straight.This is some people say the king of the posture, so very good for the everything body. So, 次に最後にヘッドスタンディングというポスチャーをしますけど、これは本当にポーズの王様と言われるぐらい頭の百穴を押しながら、まあ、血液の循環も良くなるし背骨も強くなるし、ぜひ皆さん試してください。ビギナー just shavasana is ok but if you wanna do practice、in front of the wall is better because of the sometimes dangerous、so、もし初心者の方は 寝られても結構ですし、練習するときに、壁の横とかでやったりとかね、そうすると大丈夫なんで、できるようになってからやってみてください。まあそんな難しくないですね。練習すれば誰でもできます。これは。First time like this. Okay, both hands. Then, お椀を作ると。お椀を作って頭を入れて、で少しずつ上げる。で、ある一定のところで、こう上に、バックに上がる。Forehead down, down, right and left. Take deep breaths.
both hands on the ground. Inhale, slowly come up. じゃあファイナルリラクゼーションに入ります。長い間お疲れ様でした。アシャバーサナ、エブリバディ、アシャバーサナ、then lie down on the ground. If you have a blanket, you can put if you feel a little bit cold. もし寒かったらブランケットとかかけてもらって。Take deep breaths.右側に転がって左手でサポートして
ゆっくり起き上がってください。ハブロタス、スパインストレート、ネックストレート、じゃあ胸の前に手を合わせて、最後に宇宙とつながる声音オーンを3回唱えて終わりたいと思います。We gonna pray on three time in here stay Onありがとうございました。